半分過ぎたけど難所は続きます。敵がすぐにやってくるステージは、猫ボン使わないときついな。今回はその心配はありません。移動速度が遅いピクシーズの例外ルミナリアを使います。射程勝ちしてれば汎用は効くからな。デハニャンコと23回、行きます。城を攻めるまで倍速。壁を出しつつメガロで攻撃してお金を貯めます。超ダメージなのになんで時間稼ぎができるんだ。どんなに頑張ってもレベル20は弱いんだよー。この後もどんどん難しくなっていきますが、準備ができたので前進します。ここパティシエでテクルが大丈夫なのか。気にしなきゃいけないのはむしろアゲさん。ルミナリアは接近されない限り大丈夫です。攻撃頻度がもっと短ければいいのに。本守りが本職なので、強打たれ強いに攻撃力低下の妨害かけまくったらぶっ壊れです。射程が375あるので235のパティシエの攻撃は簡単には受けません。ってことはカオリさんとアルファチカの攻撃は当たるかもしれないんだな。敵がエイリアンにはとことん強いのと、どっちかっていうとパティシエが下がった時、アネさんが危険にさらされます。ピッチーズの再生産は早いな。ダイナモイスほどじゃないが結構活躍しそうだぜ。第一形態第二形態どっちも使えるのが強い。射程を気にする場合は第二で行きます。せっかく当てたんだから活躍させないとな。バテるものを出してアネさんを守ります。先入手してるのに使わないのか。そこでニャンコ捕獲者、アルファ化さらば。あとはそのまま攻撃していくだけだな。しかしニャンコ塔の難易度ばらけすぎてて上の階が難しいとは限らないな。難所が点在してるだけで、基本は上に進むたびに難しくなっていきます。これだけ数が揃ってると圧倒的な感じがするな。でも純粋な攻撃力は4万ちょっとが最高。正直レベル30クラスのキャラに大きく負けてます。特性を生かさなきゃ先に進めないわけだな。一番微妙なのが接近戦に弱いことでしょうか。課題クリアのためにも白に玉が欲しいです。無理なくクリアできたな。どんどん難しくなっていきますよ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。課題はたくさんありますが少しずつ進めていきます。